こんにちは、ライムです。はい、ということで今回はセブンスアニバーサリーフェスカウントダウンラッキー装備召喚。今回はシンクロだね。うん、覚醒はね、両方ともスルーしましたが、まあシンクロなら、被り率は、まあいっぱい出てるからね、持ってないのもいっぱいあるから、そういったところで、まあ狙っていけるんじゃないかなというところで、やってみよう。残すところね、あとフェスまであと3時間半しかないね。3時間半っていうところなんだが。はい、とりあえず行きます。で、フェスの解説動画についてはすでにアップしてるんで、ご興味ある方はぜひそちらもね、よろしくお願いします。はい、ということでシンクロ行ってみようぜ。まあ怖いね。とは言ってもね、シンクロのラインナップは、ミスリルで行こう。怖いね。とは言っても。だいぶ持ってると思うんだよ。多分。半分は持ってんじゃないかな。多分、シンクロは。おぉおぉおぉ待てよ。でもこれ全部シンクロなわけじゃないよね。あくまで一つシンクロ確定で、ってことだよね。他のこのミラボはわかんないよね。行きます、スキップ。まさか全部シンクロなわけじゃないよね。さすがに。あ、でも、え？ユーナっぽいな。これユーナだろう。これユーナなのはわかる。え？まさか全部シンクロ。思ってない。あ、セフィロスだ。天魔、波順。まさか全部シンクロなのか。これはレインだね。これレインだわ。レインとユーナとセフィロスだな、多分。マジで？え？マジか。すごい、全部シンクロなんだ。こんないい引きしたことなかったから。あれ、そうなんだ。シンクロラッキーって出るやつ全部あれなんだ。シンクロになるのかな。なるんだね。多分この感じだとね。シンクロ3つなんてありえないもんね、普通ね。あー、でもよかった。これセフィロスだけだったら、あ、終わったわっていう。フェス前から気落ちしてた感じだったけど。これよかったわ。マジか。ユナスさんのシンクロ。異界より届きし願い。待機時間味方全体特大回復。一定時間自身に生息性まとい。シンクロモード。シンクラビ2回使用するために追撃、イノセントプリズム、限界突破可能な魔法攻撃。で、召喚、シンクラビか。シンクラビ1が6回連続の聖風召喚魔法攻撃。自身の召喚魔法アビリティのダメージ1ターンアップ中。で、右アビが味方全体召回復だね。なるほどね。まあユーナ自体がそんな火力出るキャラでもないので。まあって感じはするけど。まあ持ってて全然損はないし。ああ、そうだ。あとあれだ。FF10 波竜を、あえての魔法パーでちょっとやりたいなって思ってたんだよ。構想としては。今。まあ、とりあえず波竜動画全部、動画としてね、アップしとこうかなと思って。で、そう。普通は大体物理でやる方多いと思うんだけど、あえて天波竜を、まあ魔法パーで行こうとか。っていうことを考えていたので、これを渡りに船みたいなシンクロだね。これありがたいわ。ユーナとブラスカ並べてね、親子でハリウ倒そうぜ。はい。っていうことだね。まあ、すでに、実際やってはいたんだけどね。動画にはしてないけど、魔法パで実際やってはみたんだけど、ちょっとユーナの火力が出にくすぎた。っていうところもあったんだけど、これシンクロありがたいわ、マジで。はい。で、あとレインだ。レインがね、まあこれレインそもそもみんな知ってるかって言われたらちょっと微妙だと思うけど、ブレイブエクスビアスっていうね、ファイナルファンタジーブレイブエクスビアスの主人公だね、のシンクロだ。で、レインはね、前、そのなんかガチャの時、B コラボの時に、ガチャで覚醒だけは持ってたんだよ。で、シンクロが当たらなくてっていう状況だったので、揃いましたね、シンクロ覚醒。とはいえ、もう別に、ジョブハリウムも別に難易度も高くなかったし、使うこともなくね、終わったんだけど。まあ、あれか。ジョブハリウの物理パ。物理パで攻略するっていうこともありだと思うんだよね。で、今回、フェスで、弟子の、フルバフ覚醒とかも出るから、まあ、別に、ジョブガイデンだと普通に、あれか。普通に使えんのか。あれが、オバフロが使えんのか。まあ、それも含めてね、ちょっと、まあ、物理編成でやってみるのも面白いかもしれないな。ジョブガイデンな。はい。
まあそこまでこのレインのシンクロ自体が強いかと言われるとそこまで強くはないんだよね。確かね、これ限界突破可能な攻撃で火力がちょっと出にくいタイプなんだよね。確かね、これね、そうだよね、そう、限界突破連打系なのでどっちのシンクロアビも限界突破ダメージなんで上限が10万なんだよね。どうやってもどうやって積んでもね、限界突破レベルアップしようがしまいがダメージ上限10万なので、これが何回出たところで3回出ても30万っていうね。今だってほら一旦で70万80万とか出るような時代ですよ、普通に D 格で。その中でまあレインがね、まあ隣で20万30万やってたところでっていう話なんで、ちょっと不遇になってしまったね、そういう意味で言えばね。でジョブガイデンハリューとかもそんなに柔らかい方なので防御率がそんなに高くない、すごい柔らかい方なので強式派も割りやすいっていうところで、まあそんなに使い道はないかなっていうところだよね。ちょっとその辺が残念なところではあるんですけど、まあまあ使ってみた動画ちょっとやってもいいかもしんない、あえてのレインのシンクロ使ってみたそんな感じだね。まあでもこれはフェス前の引きとしては相当良かったんじゃないかなっていう感じはしましたね。これはフェスが期待できるかな、フェスの第1弾。はい、といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。